巨人、原監督名指しで中田、丸義弘に激、坂本離脱でチームに忍び寄る、不協ドミノ。27日のヤクルト戦に向けて、26日に秋田入りした原辰徳監督、64が、名指しで強烈なメッセージを発した。隼人がああいう状態になったから、丸、中田なんかが若い連中を引っ張っていってくれないとね。生え抜きではないと遠慮しているのかな。もう完全にジャイアンツのリーダー格だからね。中田は病み上がりって忘れとるんかな。30半ばの奴らに期待すんなよ。いつ終わってもおかしくないだろ。ミニキャンプから2軍落とせばいいじゃん。とはいえ月間トータルで見たらそこそこ成績良いからな。丸はもうダメなのか。中田っていつの間にかまたポンコツになってたんか。ご自慢の補強戦力が劣化して低迷、それでもそいつら劣化した補強戦力にすがるしかない哀れさ。はい、岡本明宏。そりゃそうだろ、楽天戦から丸中田大城のせいで負けてるようなもんだぞ。こいつら打たなさすぎる。この二人が打たないと岡本の攻めが変わってきて岡本まで不調になるかもしれんからな。重要な二人やで。丸って交流戦で復活したとか言ってなかった？ホームランは5本打ってる。結局岡本が打てば勝つって言い換えれば歩かせれば確実に勝つだからね。野球は一人では勝てないんよ。岡本がすごすぎるわな。皆さんは原監督の名指しで綺麗どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。